今日のお話は、西鉄バスジャック事件ネオ麦茶事件。西鉄バスジャック事件は、2000年。ゴールデンウィークの真っ只中の5月3日13時35分頃、九州自動車道太宰府インターチェンジ付近を走行していた。福岡天神行きの西日本鉄道の高速バス若楠号がバスジャックされた事件です。バスジャックの犯人は当時17歳の谷口誠一という少年でした。谷口誠一は刃渡り32センチの牛刀を手に運転手や乗客22名を脅して人質に取り、若楠号を福岡自動車道から中国自動車道を経て山陽自動車道へと走行させ、その間に女性3人を切りつけて、うち1人を失血死させ2人に重傷を負わせています。谷口誠一によるバスジャックは15時間半にも及びましたが、広島県東広島市の小谷サービスエリアにバスを停車させたタイミングで、大阪府警の特殊部隊サットが突入して取り押さえ少年を逮捕したことで、西鉄バスジャック事件は幕を閉じました。事件後、犯人の少年谷口誠一が、インターネットの匿名掲示板にチャンネル現在の5チャンネルに、ネオ麦茶というハンドルネームを名乗り犯行声明とおぼしき書き込みを、行っていたことも話題になったことから、本事件はネオ麦茶事件とも呼ばれています。谷口誠一の動機。西鉄バスジャック事件を起こすまでの谷口誠一の生い立ちは、教育熱心な母の存在。祖母から家を継ぐ人間としての自覚を叩き込まれたとか。谷口誠一は、そのことでプレッシャーを感じ、いつしか性格までもが変わっていったのです。犯行の動機ですが、当時、ハマっていたインターネットの掲示板にチャンネルで煽られたことが原因で、バスジャック事件を起こした。また、親から精神医療センターへ収容された腹いせだったとも言われています。実際に谷口誠一は、国立非全療養所に入院が決定した際、両親に対し、貴様ら、前から僕を精神科に入院させることを考えていたのか。この恨みは絶対に忘れないからな。覚えていろよ。罵倒。しかし、谷口誠一は、親には暴力的な態度でも病院内ではおとなしかったと言います。そして、入院中、5月3日から1泊2日の外泊許可が出て家に帰ることになったのです。その後、谷口誠一は掲示板にひひひとだけ書いた。佐賀県佐賀市17歳ネオ麦茶のスレを立て事件を起こします。そんな谷口誠一は、逮捕後バスをハイジャックした動機を、目立ちたかった事件を起こして親を苦しめたかった、と自供。事件の動機について語ったのですが、真偽のほどは未だ謎に包まれています。この当時、ひろゆき氏はテレビ朝日の報道番組ニュースステーションの、インタビューを受け、嘘は嘘であると見抜ける人でないと掲示板を使うのは難しい、と発言した。谷口誠一の現在位置、少年院を出て社会復帰。西鉄バスジャック事件の犯人谷口誠一は、事件後に裁判を受け、2000年10月に京都医療少年院に収容され、神戸児童殺傷事件の犯人榊原生徒と同じ、疑似家族を構成して心の育て直しを行うという構成プログラム G3 を受けたとも言われています。そして、収容から約5年4ヶ月後の2006年に、谷口誠一は京都医療少年院を仮退院しています。その後、再犯したというニュースはなく、現在は社会復帰していると思われ、現在は39歳になっているはずです。被害者の一人、山口由美子さんは何度も谷口誠一の面会に訪れています。谷口誠一に最初に切りつけられ重傷を負った被害者山口由美子さんは、事件から4年後に谷口誠一に面会に行っています。自らが傷つけた山口由美子さんに面会した谷口誠一は深々と頭を下げ、謝罪の言葉を口にしたと言います。この時のことを山口由美子さんは、以下のように語っています。その後、山口由美子さんに谷口誠一から、自分の罪深さを感じたという手紙が届いたのだそうです。山口由美子さんはその後も何度か谷口誠一と面会されています。実はこの山口由美子さんは事件で殺害された塚本達子さんの友人でした。自らも傷つけられ、友人の命を目の前で奪った谷口誠一に自ら面会しに訪れ、
谷口の背中をさすり温かい言葉をかけたというこの方の愛に溢れた行動が、現在、谷口誠一の更生につながっていることを願わずにはいられません。谷口誠一の現在に家族は遺族への賠償を続けている。谷口誠一の両親は事件後から被害者やその遺族に賠償金を支払い続けています。保健師をしていた谷口誠一の母親は周囲の目から事件後間もなくして仕事を退職していますが、農機具販売会社に勤めるサラリーマンだった父親は事件後の2002年春頃までそこで働き、給与賠償金の支払いに充てていたようです。仕事を辞めた後は佐賀市内の自宅を売り払い、それで賠償金を支払ったということでした。谷口誠一の両親からの被害者や遺族への賠償金は2018年の頃にも月に1万円から2万円ずつ支払いが続けられているということでした。両親が被害者22人に対し暫定的な賠償金を支払うことにしたのは、事件から約1年後の2001年4月のことだったという。その内訳は、死亡者が550万円で重傷者2名合わせて350万円。軽傷者を含む残りの被害者が1人当たり20万円から40万円でした。総額にして、1380万円に上りました。塚本達子さんを殺害された長男のコメント。賠償金ということでは加害者の両親から私の父親が癌で亡くなる前に、一旦けじめをつけようとまとまった額を受け取りました。その後は、我々兄弟3人に月々1、2万円ずつが銀行に振り込まれてきています。でも、今では加害者も両親もどこにいるのかわかりません。相手を恨む気持ちが強くなると、立ち直れなくなるので会いたくもありませんが、これはひどすぎる。再犯してないから OK じゃなく加害者両親も最後まで、筋は通すべきでは？谷口誠一やその両親や妹が現在どのように生活されているのかは不明ですが、谷口誠一が起こした西鉄バスジャック事件の十字架を現在も背負い続けて生きてほしい。罪もない方々の命を奪ったのだから。ご視聴ありがとうございました。